さあ始まりました、マリモ堂でございます。今回で第95回となります。今回は大阪府は大阪市にございます K パワーズ大阪本店さんで収録をさせていただきます。さあ残すところ今回入れて95、96、97、98、99あと5回ですか。90回台もね、さあ果たしてどうなるのか。前回大阪で収録した時がですね、リノで確かまくったんですよ、ちょっとだけだけど。で今のところ1勝1敗じゃないですかね、終始で言うと。ノルマは届いてないかな。今回こそ、ノルマを達成してなんとか、T シャツプレゼント回避したいなと思っておりますが、そんな中私が選んだ台があれでございます。パチスロビッグドリームでございます。さあ、ビッグドリームと言いますとですね、私あのパチンコの方をぼちぼち打ってますね。あの激しい台をで、まあ、一回楽しいところもお見せできたかなという感じなんですけども、それがねパチスロに移植されたんですね。で今日はあの昨日か、実戦前に見てたんですよ、ホームページ。そしたらロストアイランドが導入されてたんですね、1台だけで。あロストアイランドっても結構前に出た台なんですけど、あロストアイランドなんだと思ってたら、ビッグドリームってロストアイランド2っていう副題もあるんで、それをねちょっと多分間違っちゃったのかなと。あ入ったらあったんで、あなんであんだろうと思ってっていうところで、まあ、思わぬ出会いだったんでね。本当はあのトータルエクリプスっていう台を打とうかなと思ってたんですけど、まあでもビッグドリームを見つけちゃったんで、まずはあそこから行ってみたいと思います。というわけで、それでは抽選の方行ってみたいと思います。さあ、ではノルマ決めでございます。さあ何が出るでしょうか。これひと手が足りないんでね、いきます。ザン、わっ500枚。ビッグドリームで500枚なんかもあれですよ、ちょっと目離したら出てますよこんなもんさあ最低ノルマですね、500枚なりました。さあ私大阪の地でビッグドリームノルマ500枚達成できるんでしょうか。行ってみたいと思います。ドリームもあんじゃん。あれねえな。ビッグドリームで。さあ、それでは初のビッグドリーム実戦行ってみたいと思います。あ、アラジンカスタムがしてある。今ねビッグドリームなんだけどアラジンカスタムがしてあります。とりあえずそれちょっと言っておきます。ここでねいろいろ選べるんですよ。これはまあノーマルね、あとまあツインとか獣王とかハードボイルドもあるか。ノーマルでいきます。これカスタムが残ってるってことは設定据え置きってことなのかな。さあ、というわけでビッグドリームですが、まあ、この台どんな台かっていうと、メーカー違いますけどリノみたいな台ですとことで言うならば、ある特定の役を引くとボーナスが高確率で、当たる状態に抽選される状態になりまして、そこでねうまいことこうボーナスを引けばまたその当たりやすい状態に行ってみたいな、どんどん繰り返して出玉を増やしていくタイプですね。
何を契機にその当たりやすい状態になるかっていうと、メーカーが言うには進撃目っていうね名付けられた出目です。進撃目、液晶リールで出る出目じゃなくて上のメインリールですね、ちっちゃいリールに中段に、この赤い雲、これね、これ今真ん中の中リールの下段に止まってるやつ、これが中段転廃したら進撃目チャンスで、中段転廃して右リールに青い雲あるいは月が止まると、進撃目です。でそれが止まった後は2枚掛けで2ゲーム消化して、その2ゲーム消化後から高確率でボーナスが揃う状態になると、当たる状態になるということです。でその進撃目がね、まあ、中段転廃で右リール青か月なんですけど、中段転廃、赤い雲が中段転廃する確率、まあ、これチャンス1枚役って言ったかな名称、が成立したときに、まあ、それがね停止権になる可能性があるんですけど、そのチャンス1枚役成立時成立する確率がものすごい設定差があるんですよ。1,2,3 は結構団子みたいな感じなんですけど、4と6がかなり揃いやすくて、特に6はね50何分の1で揃うのかな、1だと120何分の1とかなんで倍以上差があるんですよ。だから6か6じゃないか、 4、6かそうじゃないかっていうのは結構ね、早い段階で分かるんじゃないかなという感じをしております。まあ、それもね今日朝選んだ理由なんですけど、この台をね入ってたら6が入ってたら、まあ、結構分かりやすいから美味しいなというところで、で、お、あ、来た。これで、真ん中に赤雲止まれば、あ、来ました来ました、これ4分の1でね進撃目が止まります。4分の1です、このテンパになったなってからでね、よく分かってないんでまだ内容中身が全然、もうなんかだからここの押し位置で決まるのか、それともなんか押し順とか左、それも左リールの押し位置で決まってるとかいろいろ可能性はあるんですけど分かんないんで、まあ、適当に止めますが、これはだから1枚払い出しがあるんですけどチャンス1枚ですね。まあ、このとにかくこの中段転廃をする頻度、これを見とけば OK です。で今4分の1だ、 25% ですね、25% で進撃目が止まると、で6だと、50何分の1の4分の1なんで220分の1ぐらいかな、230分の1ぐらいで、進撃目が止まる、だからイコール当たりやすい状態になるとですね。こんな演出もあるんだ。でも俺今引いてたのもしかして。違うよ。え、当たってる？え、あ、違うか。まだか。咲いたらってことか。俺引いてたの今。違うよね。あ、でも月が出てる。あ、これ当たってますね多分。どう。よそ見してる間に多分なんだろう。聞いてた。ということで、あ、追加投資いらねえや。ちょっと混乱してます。60ゲームで当たりました。ということは1回引いてダメだった後にこうよそ見しゃべってないでもう1回引いたってことかじゃあすごいね。さあこれでボーナスです、まあ、このメインリールで花が揃うと。いつの間に引いてたんだろう。1回すかしてるからその多分ちょっと後に
引いたんだろうね。さあでボーナスが、77バーのハイビスカスボーナスと777のハイパーハイビスカスボーナスとあります。でこれは、まあ、大体100枚ぐらいですね、このボーナスは。でどっちのボーナスもこの背景が今青いですけど、これが背景変わるまで、いずれかのリールに7を狙います。だから簡単なのは左に7狙ってあと適当に押してれば、そのうち変わるんで背景が。でこう変わったらあとはもう適当に押しちゃって大丈夫です。一応順押ししといた方がいいのかな、よくわかんないですよそこら辺が。でもまあとりあえず順押ししとけば問題はないと思います。この月が一応設定させてるらしくて、丸ければ満月に近づけば近づくほどいいみたいな話です。まあ、今のところ詳細が全然分かってないんですけど、三日月でも出た方がいいのかな多分ね。でボーナス終わるとこのストームタイムに行きます。で通常時もストームタイムに行った時点で高確率状態、いわゆる天国状態って言われるものが確定しますね。まあ、でも通常時はここ見てりゃ分かるんで、まあ、俺見てなかったから分かんなかったけどまあいいや、いきます。これで、大体まあ6分の1前後でボーナスが当たります。でこの高額中は、まあ、ここを狙うとちょっと面白みが増すというか、ボーナスの可能性を、察知できる瞬間があると。順押しだと左中段に、7ですね止まった場合がリプレイか、この場合がリプレイか7でテンパイすれば当たりです。はい、これで当たりです。で中押しだったらもう中段7でワンリード確定で、滑らなきゃダメなのかな、ちょっとそこがよく分かんないんですけど、中段に月星月ですね止まった場合は、これもワンリード確定だったかな。ボーナス重複の11万役が確定すると思います。さあ4ちゃんに期待です。中押ししてみましょうか。中押し中段赤7停止で当たりワンリール確定。ただそのリプレイとか他の役と重複して成立することも多々あるので、中段になら止まんなかったりとか、あとはまあその月が中段に止まんなかったりしてもボーナスの可能性はあると思われます。あとねボーナスその MB が内部成立して取りこぼすと、まあ、いわゆるボーナス の低確率状態ですよねになるとリプレイの確率がアップするんで、結構ね分かりやすいんですよ。あれこれ終わったんじゃねえ、もう終わってんだろうっていう、結構露骨に変わるので、で喋ってはいるけど実際そうじゃなくてもう終わってるかもしれないもうあるんだよね残念ながら。いやでもこれ15ゲームでしょ、もう終わってんじゃないかなこれ。いやもうダメだろこれ、結構ね分かりやすいんですよこれ。でおそらくこの浜辺に行っちゃったらもうダメだと思う。というわけで、このねこの台がですね、その天国モードの天国モードっていうか連チャン状態のループ率が数設定は 90% ぐらいあるんですよ。だから延々ボーナスが揃い続けることもあるんですけど、私2連で今初の連チャン状態を終わらせてしまいました。こんなもんじゃないですよ、全然こんなもんじゃないんで、これはねすごくしょぼい方です。まさにやっちまったって感じです。
あ、こんな出目で、じゃあこんな演出であるんだ。それは俺さっき見逃すよね。ていうかめっちゃ出るね。これ4回目でしょ。すごい出てる。50分の1ぐらい出てる。やべえ、1台しかないのに。だからこういうホラーことやるとまた言われるからさ、すごいよね。まあたまたま引き継ぐかもしれないから、まだちょっとあんまこう結論を急ぐのやめましょう。結論を急ぐの。さあまた来ました。よっしゃ、おめでとうございます。進撃目でございます。ちゃんと見抜いたよ今回は。でこれで2ゲーム消化して、2ゲーム消化してこの後からです。この後から勝負どころです。つか当たんねえな。こんな引けないか。結構立ってるよね、ゲーム数。ドン、よっしゃ、ワンカクです。いや危ない危ない。155ゲームで前回ボーナスから当たりました。さあまた三日月です。前打った時出てなかったような気がするんだよな。さあ行きましょう。でも逆押しはですね、右中段にバーが止まるとチャンス。これ7が転廃すると当たりです。当たりました。すごく静かに。何ゲーム ?3 ゲームで連でございます。であれでもう一コマ滑って中段に赤穴が止まったら、ハイパーハイビスカスボーナスが11万役だったと思います。でハイパーハイビスカスボーナスが66分の1ぐらいで、あの天国状態中は抽選されてるのかな。でノーマルの方のハイビスカスボーナスが 6.6 分の1とかそれぐらいなんですよね。だまあ比率でいうと10対1ぐらいです、揃う割合というか、ね。まあ、別に振り分けタイプ そのボーナスじゃないんで、当たってからハイパーになるかノーマルになるかとかじゃないんですけど、まあ、比率でいうと10対1ぐらい。さあ何年まで伸びるか。はい、行きました。あっ、ハイパーやりました。7揃い、ハイパーでございます。いやいや、いいことあるね。4連目にチャレンジです。あ、これは確か厚めのやつだな。
外れた。あ、11枚揃いました。あれこれ共通の方かな、多分これ共通の方だと思います。この停止系こっちに赤止まってっていう。おお、あ、当たった。さあ4連チャンです。11枚重複でございます。これがハイパーだったらねなお良かったですけど、イエース。もう28ゲームですからね。まあまあまあ、まあ、こっちは大体分かってるって話でね。そんな煽られても。あ、また、あ、来た。チャンス1枚。いやー、これ射止めたいな。えい、あー残念。長いっすね。あ、また引いた、引いた、引いた、引いた。進撃面ちょっと出すぎじゃないですか。出すぎなぐらい出てます。このこれは熱い、だからこれは熱いんですよ。あ、当たりました。じゃあこれ一見そのここだけ見てると連チャン状態終わってないように見えますけど、一回落ちて上がってるんで、またやっぱちゃんと見ておくのは大事ですね。いやいやいや、劇的ですね。あんな展開もあるとは。いやいや簡単だね。ほら、あれもう終わった？あ、当たってる。当たってた。ワンパイ出るんじゃないですか。